皆さんご存知の人気カレーショップ日本航空がですね、新商品を売ってくれましたんで、早速買ったんですが、このような冷凍カレーでございます。でかい1個1キロの巨大カレーです。これをですね、温めて食べるという動画に今回はなってるんですけども、まず皆さんにですね、今映像でお楽しみいただいているところだと思うんですが、日本航空の麻薬入りカレーの、紹介をさせていただこうと思います。これはですね、羽田空港とか、どこの空港でもいいんですけど、日本国内の、JAL の国際線の、ビジネスクラスとかプレミアムエコノミーでも乗れるのかなとかですね、ファーストクラスとかそういう上級席に乗って移動した時に、利用することになる空港付属の待合所ラウンジ、そこでですね、無料の飲食がし放題ということになっていて、そこにはカレーがあります。でそのカレーがね、異常にうまいんですよ。本当にね、頭おかしくなるぐらい美味しいの。なんか麻薬でも入ってんじゃないかっていう風に私も言ったと思うんですけど、本当に美味しくてね、他のところでこんなに美味しいカレー食べたことないなっていうぐらいに美味しくてね、もう私 JAL グローバルクラブっていうのに入会してるんですよ。それは一回 JAL の上級会員になれば永遠に上級会員でいられるっていうクレジットカードなんですけど、 JAL グローバルクラブに入会してるんですが、その理由はね、もうただ一つで、このカレーが食べたいからです。ちょっとねまず JAL グローバルクラブ見ます。これはですね、JAL グローバルクラブカードなんですけども、これを持っている人は、エコノミークラス利用であっても、日本からの JAL の便で行く場合はですね、JAL の桜ラウンジというのを利用することができます。ワンワールドグループ、JAL と同じ、航空会社連合に加盟しているところであれば、この、やはりグローバルクラブカードを持つことで、大体ですね、羽田空港とか行くと、カレー食べられるということになります。他にもね、JAL のラウンジは本当にもうレベルが高くて、どんな食べ物でも美味しいんですが、ただこのカレーはね、これまではもうラウンジでしか食べられない、他の場所で食べることは、ね、ほぼできないという代物だったんですけれども、なんとですね、ここ最近 のコロナウイルスのいろいろある関係で、なんと通販が始まりましてね、買いましたよ。でこのもう完全に業務用って感じなんですけど、もしかしたら違うのかもしれないけどね、こういうこの特殊なこういう冷凍の状態 で食べられるようになったと。本物は多分冷凍じゃなくて空港で作ってるんじゃないって思いますけどね。この度は JAL 特製オリジナルビーフカレーをご購入いただき誠にありがとうございます。羽田空港、成田空港、JAL 国際線ラウンジにおいて提供され、長年多くのお客様よりご好評いただいている JAL ラウンジ自慢の味です。本当にね、もうね、一番人気ですよ。ネットニュースなんかにもよく出てて、ね、なんか工夫してたら一番人気になってたって話でしたね。ぜひこの機会でご自宅でご賞味ください。また空港やラウンジのものにかかりますことを関係者一応申し上げております。私、ビジネスクラスがいっぱい乗ってる割にはね、このカレーをラウンジで食ったことは実は1回しかないんですけど、空港で作ってるわけじゃないのかな。なんか秋田工場ってのがあるんですね。じゃあ生産体制もあるんだろうな。JALUX っていうのね、こういうグループ会社でしょうか。で、これなんですが、まずですね、これを冷蔵庫に入れて解凍する。24時間もかかるらしいんですよ。もしくは流水解凍で、60分すると、これが溶けると。で、溶けた後で鍋に入れてから温めて食べるという。レトルトカレーよりはですね、幾分かめんどくさい、ことをしなければいけませんが、その分美味しいはずです。で、これはもうですね、実は2袋で、1セットの販売になっておりまして、私はもうすでに1袋分を解凍しております。そして、解凍し、温めた JAL のラウンジカレーがこちらです。いや、本当にこれ自分家で食えるなんてな。これ、飛行機に乗るの自慢するエアポート投稿おじさんって言葉があるらしいんですけど、いや自分が海外出張とか行くね、なんかすごいやつなんだっていうのをみんなに自慢したいために、多分おじさん世代ぐらいだと Facebook 使う方が多いのかなと思うんですが、Facebook にですね、ビジネスクラスの航空券と、それからこのカレーの写真をですね、一緒に投稿すると。そしてみんなに自慢、さりげなく自慢をする時にもよく使われるようなカレーなんですけど、自慢とかじゃなくてね、本当に美味しいから投稿してるって人もね、実際これはいるんだろうなというほど美味しい。見ていただいて分かるように、もう昨日私食べたんですけどね、信じられないほどやっぱりうまかった。冷凍って何なんだろうなって考えさせられますね。別に冷凍でもうまいんじゃないかなと。ちなみにこれですね、いくらだったのかっていうの気になると思うんですけども、さっきの1キロのやつが、2パック、要するに2キロで、私は6000マイルで買いました。6000マイルもしくは、5000円で買うということができる。2キロで5000円か6000マイルということでして、本当は現金で買いたかったんですけどね。というのはね、現金5000円と6000マイルだったらね、普通に現金5000円の方が価値が安い。逆に言うと6000マイルの方が価値があるんですよ。6000マイルっつったら特に混んでる時期でなければ国内線に1回乗れてしまいますし、私この間もう結局ね、コロナの関係でキャンセルしちゃいましたけど、
ウラジオストックまで予約した片道航空券あったんですが、その JAL のウラジオストック行きの航空券、片道エコノミークラスで5000マイルでしたからね。国際線でエコノミークラス乗って、ロシアまで行くよりもこのカレーを2キロ買った方がマイルいっぱい使ってるんですよね。で、現金で買いたかったんですけど、もう現金の方は一瞬で売り切れちゃったみたいで、マイルの方はまだ割高で残ってたんで、こんなん次にいつ買えるかも分かんないから買うしかないなと思ってですね、そして詰めてきました。で、これなんですが、まあもうこれでご覧いただいて分かるようにですね、やっぱこのカレーもそんなに量はすごいたくさんって感じじゃないですね。昨日私おかわりしたんですけど、カレー3杯分で1キロ全部使うっていう感じかな。じゃあすいません、ちょっと少しルーが多かったかもしれないけど、まあ後でご飯足せばいいんで、いただきます。ちょっと洗い物してなかったんでコンビニのやつですが、うん、うまい。これほんと美味しいんですよ。なんかビーフカレーなんですけど、こんな大きな牛肉も入っててですね、これがまたなんか奥深い味なんですよ。あ、うまい。あ、欲しいねこれ。これがね、ラウンジに行ったらね、無限に食べられるわけですよね。食べ放題なんだから。何でこんなうまいの。カレーとは何だったのかっていうのを考えさせられる。こちらはまあ世の中いろんなタイプのカレーがありますよ。うん、これね、そう、不思議なのが原材料名ね、牛肉、人参、ソテーオニオンとかまあいろいろ書いてあるんですけど、人参なんかどこにも見当たらないんですよ、食べてる時に。なんか全部溶けてるかなんかになってるんでしょうね。うん、おいしい。また牛肉が入ってた。もうね、このカレー食えるっていうだけでね、 JAL の国際線の桜ラウンジはもう世界一のラウンジだと思いますよ、冗談抜きに。航空会社、機内食に力入れてるらしいですけど、今まで食ったらどんな機内食よりも美味しいですもんね。まあ、ただね、通販で私はこれ買いましたけど、多分もうさすがに売り切れてるんじゃないかと思うんですよ、この動画が出てる時には。で、そしたら結局食えないじゃんかって話になるんですけど、確か成田空港のね、周辺に食べられる場所があるんですよ。飛行機、なんか空のレストランみたいな感じのやつがあってね、で、飛行機関連の食べ物があるんですけど、そこでね、2000円ぐらいだったかな、結構しますけど、払うとこのカレー、同じ味のやつ出てくるそうです。